はいどうも、キッシーです。本日も動画を見ていただいてありがとうございます。ということで、本日なんですけど、こちらですね、LINE ギフト、皆さんね、まあ、名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないかなと思います。皆さんよく使っている LINE ってやつですね。お互いの住所を知らない、まあ、友達同士であっても、気軽にね、カタログから、これちょっとカタログギフトなんですけど、LINE ギフトの中にまたカタログっていうのがあって、ちょっとややこしいんですけど、すいません。いろんなものをね、お菓子だったりですとか、スタバカードだったりとかいろいろあるんですけど、その中にですね、このディズニーのカタログギフトっていうのがあって、めちゃめちゃ気になってたんですよ、僕、個人的にね。で、今回ちょっとご縁あってというか、僕のね、友達から、2つこの中から選んでいいよっていうことでいただいちゃいましたということでですね、早速こちらの 中から何を選んだのかね、皆さんちょっと気になると思うので、そちらをご紹介したいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでですね、どんなものがあるかっていうと、なんかこうカタログのね、中身全部見せるとちょっと問題があるみたいなんで、なんかの多分大人の事情だと思うんですけど、いろいろあると思うんですけど、やっぱね、なるほどと言った感じですかね。金額はね、もう送る側も見れちゃうので、送られる側もね、そのギフトの中身見ちゃえば、分かっちゃうので、大体いくらぐらいかなみたいなのは分かっちゃうんですけれども、そうですね、大体4000円から5000円ぐらいのものっていう感じなんですが、で今回ねこの中から2つ選んでいいよということで、そのね中身が届きました。こちらでございます。はい、ちょっとね、1つはこちらね、箱がもうわかると思うんですが、ビューティー&ビーストって書いてますね。こんな感じ。はい。で、もう一つも、こちらね、箱入ってるんですけど、ちょっと中身見えないので、ちょっとこちらをね、ご紹介したいなと思うんですが、はい。中にはね、なんかこれどっかで見たことあるな、みたいな、ものも多数ありました。はい。その中からね、僕が今回選んだもの、結構でもやっぱ可愛いんですよ。なんかね、こういったカタログギフトってさ、なんだ、元取ろうとしようとするとなんか変になんか勘ぐっちゃうよね。なので僕ちょっと気にしないでこれ可愛いなって思ったやつを選んでみたんですけど、はい、それがね今回こちらになるんですが、はい、一つはですねこちら、もう箱からですね名前見えてますけど、ビューティー&ザビーストっていうことで、こちらとちょっと重ため、はい、もう一つがこちらですね。結構大きいんですけど、こちらもちょっと重ため。中身がですね、ちょっと開けてみますね。はい、こんな感じ。ちょっと俯瞰撮影じゃないから真上から撮れてないんですけど、はい、こんな感じですかね。これと、はい、あら可愛い。カップ&ソーサーですね。はい、こちらをちょっと、選んでみました。これね、何が可愛いかってこの中なんですよね。可愛くないですか、こんな感じ。チップくんがいるんですね。はい、めちゃめちゃ可愛い。これのね、ペアのソーサー&んコーヒーカップ&ソーサーですかね。はい、僕以前にですね、軽油のミッキーとミニーのね、持ってはいるんですけど、コーヒーソーサー持ってるんですけど、結構やっぱね、家族が実家から両親来たりとかすると2つじゃ足りないっていうねということで、これでね 4つになったって感じですかね。はい、2セットずつ、まあ本当はね軽油ので揃えたかったなっていうのもあったりするんですけど、はい、1個目がこちらのコーヒー&ソーサーになります。はい、そして2つ目ですね、こちら気になりますよね。ちょっとこっちの方がね結構楽しみでした。はい、いきます。
オープン。はい、こんな感じ。うわ、めっちゃ可愛い。これがもうめっちゃ楽しみだった。あ、結構薄い、薄いというか、なんだろう、なんていうんだろう、まあ薄いんだけど、めっちゃ後ろが透けるぐらい薄いですね。はい、スクエアのプレートですね。これとね、ちょっと4種類あるんですよ、これ。はい、2枚目はこんな感じ。野獣ですね。はい、あとホグワーツと、ルミエールですね。こちらと最後4枚目がこちら、ホット夫人とチップくんですね。はい、こんな感じの4種類ですね。はい、ちょっとね、美女と野獣尽くしな感じなんですけど、めちゃめちゃ可愛いですよね。特にね、まあやっぱこれかな。はい、これですね。このね、ベル、めちゃめちゃ可愛くないですか。しかもシャンデリアがちょっとね、うっすらとこうシルエットになっているんですけど、他もね、野獣はシルエットがビースト状になってたりとか、このルビエルとコグアースは、バラのシルエットになってますね。で、ポット夫人とチップはこれなんだろうな、なんか鏡かな。はい、こんなシルエットになってます。ということで、ちょっと並べてみると、あー、画角がちょっとあれだな。ちょっと上から撮れたら一番いいんですけどね。俯瞰撮影って言って上から撮れたら一番いいんですけど、はい、ちょっとすいません、今後どうにかしていきたいと思います。まあでもこれでも結構いっちゃいいかな。ちょっと今日に関しては上からの方が良かったですね。はい、そんな感じで、LINE ギフトね、中身気になってた人絶対いると思う。うん、しかもさ、 LINE ギフトってあんまり YouTube で紹介されてないので、これはね、なかなか面白いですね。てかこれだけでもめちゃめちゃ楽しめます。リンベルさんですね、株式会社リンベルさんのはい、カタログギフトですね。僕が選んだ2つっていうのがこちらになります。1個からもちろん、送ることができますので、まあ、それは人それぞれっていう感じなのかな。はい、これね、送ってくれた僕の友達にはマジで感謝ですね。はい、ありがとうございます、本当に。結構長い付き合いの友達からだったんですけど、はい、そんな感じで、今日の動画は以上になるんですけど、ちょっとすいませんね、これ本当は去年出すつもりだった動画なんですけど、やっと紹介できた。はい、そうサイズ感ね、ちょっとね、サイズ感だけ最後ちょっと紹介したいなと思います。はい、じゃあまずちょっとですね、サイズ感なんですけど、うちにもともとあった四角いプレートですね、正方形のプレート、こちらです。ダッフィーの、いつものね、僕が揃えてる、プレートになるんですけど、これとね、もうほぼほぼ同じ、ちょっと一回りちっちゃいかな、どうだろうな、いや一回りも変わらないぐらいですね。ほぼほぼ10センチ四方って感じのものになります。これね、やっぱちょっとね、縁がゴールドですごいおしゃれ、本当にこれはめちゃめちゃおすすめ。ただこれね、ちょっと落とし穴だったんですけど、こっちのね、パークのスーベニアで持ってたやつ、こっちはね、電子レンジと食洗機 OK だったんだけど、こっちはね、電子レンジもオーブンも食洗機も全部ダメなやつでした。はい、ここがちょっとね、見落としでしたね。物はすごく気に入ったんですけど、はい、もう一個のね、操作ですね、カップアの操作はこちら、僕がもともと持ってたのがこちらのケイウノの、カップアの操作ですね。ミッキーとミニーの絵柄が、こんな感じで入っております。で、今回ね、頼んだやつがこっちですね。これもね、縁がゴールドになってて、結構、高級感あるというか、
いい感じですね。もともと持ってたやつも、ゴールドの縁がね両方ついているので、まあちょっとまあ普通になんかテイスト結構違うかなって思ったんですけど、並べてみるとそうでもないですね。なんか普通に溶け込んでますね、さすが。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらね、ディズニーのカタログギフト、LINE で特に送れるっていうのが一番いいんですよね。まあ、最近はね、ほんと対面というか、ほんとね、直接会って何かこうプレゼントを渡すっていうのができにくいので、本当にここ 1,2 年ね、なのでちょっとなんかこういうの、こういうのね、やっぱいいなって思いましたね。Amazon とかもね、Amazon ギフトってあったりしますけど、 LINE ギフトだともっと手軽に送れたりするからいいですよね。僕も友達にね、LINE ギフトで、スタバのカードをこう誕生日プレゼントで送ったりとか、結構気軽に使ってたりするんですけど、これはね初めて僕もいただいたので、ちょっとこれ今後ね、特にディズニー好きの人にはおすすめっていう感じ。なんかでもね、ちょっとこれなんかディズニーストアで見たことあるような、みたいな感じなんですけど、これどっかで見たことあるようなやつも入ってたりします。はい、なので送る側がね、オタクでもちょっと面白い、面白いなって思えるぐらいのものだったりしましたね。はい、ただちょっとね、この今回ね、スクエアのね、スクエアのプレートは、実は僕こっちのね、スーベニアのプレートもう卒業しようかなと思ってたんですよ、ね、で届いてみて、電子レンジ食洗機ダメって書いてあって、あ、じゃあダメだわみたいな、ちょっとこれまだね使いやすいので、これはまだ残しておこうかなって思うんですけど、まあでもこっちもね、ほんとこうなんだろう、料理を乗っけるっていうよりかは、なんだろうな、ちょっとお菓子、チョコレートをちょっとチョコレート菓子を出しておいてちょっと出すみたいな、来客に出すみたいな使い方だったりとか、ちょっと今後ね動画で出てくるかもしれないので、楽しみにしててください。はい、ということで、こんな感じでですね、僕ディズニーが大好きではいるんですけど、インテリアだったりですとか、まあ、こういった間接照明とか、いろいろね発信していこうかなと思っておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひ、よろしくお願いいたします。この動画が良かったら、高評価、もし気になることがあったらコメント欄もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。岸でした。バイバイ。